おはようございます。ザリガニ親父こと行徳のバイリンガル YouTuber 高野文夫が今日も皆様に一つコミュニケーショントレーナーとして重要なポイントをお届けしたいと思います。今日と明日はですね、私が30年続けてます、ただいま行徳駅前公演で終わったんですが、太極拳を絡んだですね、太極拳に絡んだお話をしたいと思います。はい、明日はですね、周波理についてですが、今日はですね、目的を持って行うというお話をしたいと思います。はい、太極拳ですね、まあ 40-50人の人が会員でやってるんですが、私はですね28歳からやってます。途中ちょっとですね、子ども会野球の監督とかですね、空手の指導の方にずれたんで10年ぐらい休みましたが、結局ですね早朝連邦太極拳は30年続けてるんですよ。30年。はい、その中でですね、まあおじいさんおばあさんなんですが、若者はほとんどいません。見て思うことはですね、はい、30年やってもですね全然覚えてない、人の真似をしてですね踊ってるだけの人が多いです。ですから一人でやってみなさいって言ったらですね、30年もやってるのにできない人だらけです。これはどういうことかというとですね、何事もただ人の真似をしてですね、クラゲの団体の中でクラゲをやってたらクラゲのダンスで終わると思います。一生終わると思います。じゃあどうしたらいいかと私はここに来てですね悟りましたね。私はこの陽明寺式24式連邦太極拳はもともと私は格闘家ですから、武術家ですから、バカにしてたんですよ。なんだこんなクラゲのダンスみたいなものをやって何のためになるんだと悟りました。健康を維持するという武術よりですね重要な目的を定めました。健康太極拳という名前でやっている団体ですので、目的は武術を極めるんじゃなくて健康を維持するためなんですよ。そうなるとですね、呼吸法とか体全体のですね血の流れとかですねいったものを週に考える必要があるんですよ。私は今それを考えてですね、呼吸法とかメディテーションを入れてですね健康を目的にやってますから、しっかりやり方も覚えてますし、次はどういう動きに移るんだという流れも分かるようになりました。すなわちですね、目的をはっきりする武術として身につけるんじゃなくてですね、健康のためにやってるんだと、体中の体液の流れ、血液の流れ、呼吸法を全うしですね、最高の呼吸法、最高の健康を求めてやろうという目的をはっきりしましたので、陽明寺24式健康太極拳のやる目的がクリアになったんで、身につくといいますかですね、どんどん上手くなっていくと思います。はい、今日この辺りにしておきましょう。はい、今日のテーマはですね、目的をはっきりして何事もやりなさいということです。明日は周波理についてお話したいと思います。さようなら。